骨折ってから2回目の現場ですよ。ここですよ。僕が転んだのはここですね。これに滑ってここら辺でぶっ転んだんですよね。この歩道でね。で、僕は今から保険の出しに行きます。もうここの歩道ですよ。もう恐ろしいです。向こうから歩いてきて、こう行って、ここで突っ転びました。そして現在に至ってます。怖いですよ、本当に。どうも。リハビリがてら、歩いてます。あ、ここですかね。保険を郵便局に出しに行ったってのもあるんですけど、ちょっと歩きながら、そうですね、今日は駅の方まで歩いてみてる感じですね。多分今までで一番長い距離歩いたんじゃないかなと思うんですけど、こうやって少しずつなんとか歩けるようになっていければなって思っております。晴れてますね。また晴れましたね。暑いっす。もうまたクーラーかけてますけど、なんかこの夏は暑くなりそうな気がしますよね。僕も早く足治ってくれればね、そうですね、夏までにはなんとか完璧に治すってほどではなくてもいいんですけど、まあせめて杖なしで自由に歩き回れるぐらい、まあ、多少ね、ああなんか歩きすぎて痛いなとかなんか思えてもいいんですけど、まあとにかく杖なしで自由に歩けるぐらいまでは持ってきたいなと思いますね。今日もブラブラはしてみたんですが、やっぱりまだそんな自由に歩けるって感じではないので、結構疲れも戻ってくると、うわーぐったりだな、疲れたなみたいな感じになるんで、まあもう少しですね、もうちょっと頑張りたいなと思いますけどね。モネちゃんがツイッターでエレガントな雰囲気漂うショットアップしたってあるんですよ。これが要は毎年発売される東方芸能の人気上によるカレンダー、東方カレンダーなんか それのヒットショットかな。来年のカレンダー撮影が行われたようで、上白石は2024年は何月担当でしょうとコメントをするとともに、ゴージャスでエレガントな雰囲気だというロケーション、予想多いで撮影された一枚アップ、美しい横顔を見せており、大人の魅力が溢れている、写真を見たファンからは最高に美しいお嬢様、ゴージャスなお姉様、眩しすぎます、ため息が出るほど美しい、言葉にならないぐらい綺麗などの絶賛の声が上がっていると。多くの視聴者の方からなんかこれで来てて、あの東方のカレンダーというよりはモネちゃんだけのカレンダーとかやってほしいっていう、確かになと思ったんですよね。佐藤健カレンダーとかで必ず毎年あるじゃないですか、まあ、人気のある人っていうのは必ずカレンダーを出したりするもんですが、例えば上白石モネカレンダーっていうのはあんま聞いたことないなと思ってて、売れると思いますけどね、あんだけね個人で人気ありますからね、ライブとかもソロダウトするぐらいなんだから、カレンダーは欲しがる人いるんじゃない、結構いるんじゃないかなと思ったりしますけど。東京リベンジャーズが普通に予定通りにやるらしいですね。東京リベンジャーズ2の後編、東京リベンジャーズ2、地のハロウィン編が予定通り30日を公開されることとなったと。サイトでは、本作出演の永山絢斗の逮捕を送検を受け、制作委員会で協議を語りました結果、東京リベンジャーズ2、地のハロウィン編、再撮影、再編集を行わず予定通り6月30日に公開することといたします。引き続き応援いただけますと幸いですと、というふうに説明しているってことなんですけど、バジの役ですね。バジケイスケ、バジ君の役なんですよね。永山絢斗は。いや、バジケイスケ役で出たらもう再編集できないです。ここが一番重要ですからね。血のハロウィン編っていうのはバジケイスケを死ぬんですよ。刺されて死ぬんですよ。戦ってる最中に。これね、また変な話なんですけどね、刺すのがね、カズトラってやつなんですよね。で、カズトラ役を虹郎くんがやってるんですよね。両方ともちょっと問題あるですよね、今ね。バジ役の永山絢斗さん捕まっちゃったし、カズトラ役の虹郎くんは虹郎くんで、メンタルを病んでる感じなんですよ、確か。なかなかね、曰くつきの作品になりましたけどね。ただ僕は今回のこれで思い出したのは、思い出されるのは佐藤健くんのルローニケンシンですかね。コロナでね、かなり伸び伸びになったじゃないですか、公開が。ね、実質より1年2年ぐらい遅れたんでしたっけ。で、せっかくやれるっていう時になって、今度は伊勢谷友介さんがね、タイまでね、捕まったんですよね。
で、あの時に伊勢谷友介さんは売れっ子だったので、いろんな作品に脇役で出てたんですよね。どうなるんだ、どうなるんだっていうことになってて。ルローニケンシンにも結構やっぱりいい役で出てるんですよね。今回のバジケイスケまではいかないですけど、まあそれでもかなり露出の多い役で、ルローニケンシンは出てたんで、だから今回と同じような感じですよ。本当に、佐藤健主演の、やっと見れるか、やっと公開かってなった時に、えっていうね、伊勢谷さんが逮捕っていうので、ちょっとファンはやきもきしたっていうのがね、ちょっとね、あったんですけど、あれも大麻でしたよね。伊勢谷さんってのは未だにやっぱり出てこれてない。出てこれ。ちょいちょいね、インスタみたいな、その自分の SNS 発信してはいるんですけど、やっぱり出れないですよね。地上波だったりとか。そうすると長山健太さんぐらいの売れっ子でももしかしたら今後出れなくなるのかなーなんていうふうに思ったりしますよね。ピエール・タッキーもね、あんなに売れっ子だったのに全然出れないですよね。音楽活動はやってますけどね。地上波的なドラマには出れてない。なんか僕はでも本当に思うのは厳しいなーっていうふうに最近思います。大麻ってそんな昔は大麻って簡単にね、すぐ復活できたんですけどね。覚醒剤でもまあ復活する人は復活してたじゃないですか。まあミュージシャンと違うのかもしれないですね。ミュージシャンとか、アスカさんとかはね、普通に復活してやってますけどね、なんか知んないですけど。大麻ぐらいであればね、もう少しね、まあまあ覚醒剤だったらわかるんですよ。全然レベルが違うのでね、薬物のレベルが違うので。大麻ぐらいであれば、なんか、大麻レベルでなんか素晴らしい才能がある人がもう出てこれなくなってしまうっていうのが、ちょっと切ないなってか、厳しいなって感じが、僕はしますかね。まあまあでも、いっぱいいるから、ね、タレントさんとか俳優さんがいっぱいいるから、もしかしたら虎視眈々とね、あの人の枠が空いたら自分がって思ってる若手がいっぱいいるから、新人代謝は重要なのかも大事なのかもしれませんが、なんか僕はでも、大麻ぐらいはもうちょっと寛大になってもいいんじゃないかなって思ったりはしますけどね。超詰めですね。超詰めで頑張っていきたいと思います。キューピーの提供でお送りします。ニューヨーク州の北、そのレストランはかつて悩んだったのか、北の川を300ヤードほど登ったところに群生しています。はい、いいね、いいね、いいか、いいか、いいな、いいな、いいな。